ホラゲをやるよ僕は。あ、 HP ラブクラフト、クトゥルフの呼び声。なんとなく類人猿的な外見をしているが、タコに似た頭部がついており、顔には、触覚が固まって寄生している。鱗に覆われたゴムのように見える体、前足と後ろ足には大きな鍵爪、背中には細長い翼が生えていた。ハードフィリップス、太陽の石の右から、この人、なるほど。この怪物は肥満気味に膨れ上がってベタベタした感じで視界いっぱいに広がり、ゼラチン状の緑色の巨体を、黒い入り口から絞り出すようにまさぐるように進み出てきた。山が歩いた、あるいは山がよろめたという感じだった。なるほど。リャイラシャイ。とりあえずなんか食っとくか。ハーブでも食っとくか。ハーブでも食っとくかね。ほら、この子めっちゃハーブ横で食うなって見てるんだろうな、ハスターは。オッケー。知らない言語ばかりで書かれており、読むことができない。読むことができない。ハーブ一気食いです。枯れたハーブの一気食い。特技。私の特技で書いてやろうぜ、履歴書に。ほら、ラブクラフト、未知なるカダスを夢に求めて。背が高く痩せていて、古代エジプトのファラオのような若々しい姿をしており、華やかな虹色のローブをまとって、頭にはそれ独自の光り輝く黄金の輝き、冠を乗せている。暗黒の神、あるいは堕落した大天使のような魅力があり、目の周りには気まぐれな感じがなんとなく漂っている。何の話をしとるんや。何の話をしてたの今な、気まぐれなおじさんがいたよっていう話。あの人めっちゃ気まぐれでさーみたいな。ファラオっぽい、ファラオっぽくねみたいな。あいつなんかあいつなんかファラオっぽくねっていう話。うん、気まぐれでファラオっぽいおじさんの話。何を話してたのね今。俺に不思議な水晶。なんだなんだ、おじさんさっぱりだよ。何の話をしてたんだ今。ファラオっぽいおじさん、親戚のおじさんがファラオっぽいよっていう話。うちの親戚のおじさんファラオっぽくてさみたいな。ファラオっぽいって何、マジウケるみたいな、そういう話かな。あ、読めない。読ませろよ。何もないのか。本が散乱している。本が散乱。お、オーガスト・ダーレス。破風の窓でいいのかな。この世ならぬ風景だった。前景は深い湖だった。これがハリッコだろうか。5分ほどすると、湖面にさざ波が立ち始め、そこから何者かが現れて出てきた。顔を内側に向けている巨大な水生の生き物で、触手がついている。タコに似たところもあるが、西海岸にいるタコよりもずっと大きい。多分10倍、いや20倍はある怪物だった。首の部分だけで太さ15フィートは優にあった。恐ろしくてとても顔を見る気にはなれなかった。これがハスターなの。おう、どうした急に玄関に。ほとんどの本は読めないし、読めた本はよくわからなかったな。とりあえず戻ってみようかな。そういえばニャララトテプはハスターさんと契約を交わしたって言ってたっけ。わーわーん、私どうなるんだろう。わかんない。ハスターファンクラブに入るんじゃないの。入信しますって。そういうことじゃなく、まだ見てないもんがあるかもしれないよ。あ、なかったわ。キラキラ光るもんももうないね。戻ります。イクズラ。何か追いかけてくるんでしょう。私は知っている。すべてを知っている。特に何もないということを知っている。本当に何もないのか。こっちは行けるようになってる。あ、れ、あ、行ってるよ。危険だけど進むしかないよね。読むだけでフラグ立っちゃったぜ。さすが会員ナンバー0001、みぞれ的なあれじゃない。うちは作るんじゃない、ハスターのうちは。ハスタ、それハスタ、頑張れ頑張れハスタ。なぜついてこない。え、なになに、なんだろう、なんだか眠く。あ、あ、起きろい。また殴るのか俺を。あ、あ、なんだなんだ、イケメン風に。
ハスターさん？なに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 ？そうですね、もう少し頑張ってみます。励ましてくれた？私、ハスターさんの言葉分かるようになってる。なに？今なんて言ったの？今なんて言ったの？それはあなたが人ならざるものに近づいていってるからですよ。また来たか、この野郎。私としては非常に面白くない結果ですけどね。マジ切れかよ、いきなり。ニャルラドホテプ。私はあなたを人間に戻す術を知っています。望むならその黄色いものから引き剥がして差し上げますよ。お前の方が怖いわ。いや、両方怖いわ。もう誰も信じられんわ。ここはルルイエの館。クドゥルフが眠る場所。長居するのは良くないですよ。ルルイエさん家のお宅ってこと？今ここ。クドゥルフ？今もあなたの意識に干渉しようとしている。早く決断した方がいい。何を？ハスターさんは私に選べって言ってるのね。何をですか？私は、でもニャルラとホテプが多分バッドエンドなんじゃないの？ね、エンディング2つあるらしいんで、ここじゃないかな、そろそろ。ホテプに従う、不本意だが。私は人間でいたい。そうですか。よっこらせ。ん？何をしたんじゃ？なんじゃ？これニャルラとホテプか。次の人生では私たちに目をつけられないようにしてくださいね、みぞれさん。あ、でもエンディングだ。やった。はい。ありがとうございます。花かまぼこさん制作の、深淵のほとり無事、バッドエンドかな？クリアしました。ありがとうございます。さっき選択肢でね、エンディングいかなかったんで、あれと思ったんだけど、ここだったね。ここだったね。いやー、クトゥルフむずいっすね。いやね、これクトゥルフ知ってる方はね、あいつだみたいな。すごいなんか、寂しかったっす、俺。何あいつって何みたいな。やっぱりあいつだったか。チーみたいな。なんかそういうコメントがさ、すごいなんか俺モヤモヤしてた、すごい。何なのみたいな。俺も知りたい。ああ。って思ってました。クトゥルフ勉強しようかな。あ、さっきの選択肢もう一回やります。別の選択肢ね。いや、すげえ楽しそうなんだもん。知ってる人みんな楽しそうなんだもん。いや、まさかとは思った。あいつとはな、みたいな。なんだ、俺だって知りたいわ。感づきたいわ。お、イチゴってことはみたいな。この感じまさかみたいな。くそー。なんだ、知りたいぞ。クトゥルフ。俺ね、クトゥルフのね、TRPG の動画はね、2、3個見たことあります。面白いね。テーブルトーク RPG ね、見てたらすごい面白い。やりたくなっちゃいますね、あれ。あの掛け合い。コメさんがありがとう。なんだ、俺も察したかったぞ。あの作中の文脈から。これが出てくるってことは？みたいな。あいつも来るだろう、みたいな。クトゥルフは面白そう。難しそうだが面白そう。理解できたら面白そう。なんだ。僕は神話を集めてるサイトからクトゥルフ神話をした。なるほどね。じゃあ、ここで、ハスターを選びましょう。さっき、だって殺されたし。私はハスターさんと一緒に行きます。どこに行くの？そうですか。非常に面白くない選択をしましたね。お前の面白い面白くないで俺は人生を選ばないんだよ。気づけ、そろそろ。私はここで降りさせてもらいますよ。ハスターにこれ以上関わるのも面倒だ。ああ。それじゃあ、さようなら。もう二度と会うことはないでしょう。なんだこいつ、俺が振られたみたいじゃねえか。なんかみぞれちゃんが振られたみたいになってる。なんだこいつ、お前から近づいてきておいて。なんだ、俺が振ったみたいな。なんだあいつ、メンヘラかよ。おい、メンヘラやろう。この野郎、マジで。なんか投げてやろうぜ、そこら辺の貝殻とか、ペン。帰りましょう、ハスターさん。どこでもない場所へ。どこでもない場所？どこ行く気なん？みぞれちゃんどこ行くの？あ、初見さんいらっしゃい。とある町から一人の女性が失踪した。その女性は失踪直後、黄色いローブの何者かに付きまとわれてたという証言があるが、関連性は今のところ証明されていない。でも、みぞれちゃんそうか。あ、かわいい。キャリーバッグを持って。ハスターさん、今日はどこに行きましょうか。だから、あれだよね。ハスターと契約して、
人ならざるものになっちゃったんですよね。クトゥルフ化したってことでいいのかな、眷属になったってことなのかな。だからもう人間世界にはいられないってことでいいのかな。そうですね、南の方に行ってみましょう。新婚旅行的な。お団子マフラーだ。お団子マフラーは健在である。ハッサさん、私クオンに伏したるもの、死することなく怪異なる英語のうちには死すら終焉を迎えん。不死になったってこと。神話の世界は誰の隣にも常にあるのだろう。夢夢、それをお忘れなきよう。今日もあなたの隣にハイヨルコントンニャルラトホテップが来るかもよっていう終わりでしたね。お疲れ様です。これが一応いいエンディングかな、一番トゥルーエンディングでいいのかな。一応どうなんだろう、ハッピーなのかな。でもみぞれちゃんは受け入れたってことでいいのかな。まあ受け入れる以外もうないのかもしれないけど、あれかな、契約したらもう思考までもなんかそういう風になってくるのかな。これが最良ですみたいな。ねえ、俺もあれだよ、にゃるこさんみたいなニャルラトホテプだったらついていくかもしれない。ほいほいと。へへへっつって、おっぱいおっぱいってついていくかもしれないけど。ちょっとネズミ男はちょっとな。はーい。あれ、ハスターいたっけここに。あれ、最初からいたっけハスター。あれ、出現した気がする。全然覚えてない。最初のやつを。あ、最初からいたっけ。いやいや、いなかったって多分。いや、いなかったって、嘘だ。騙そうとしたって俺は騙されねえからな。本当に。ちょっとみんなもね、確認してください、タイトル画面を。俺多分いなかったっていう方にかけますね。1万ガバスかけます。1万ガバス。何度も見てるでしょ。わかんない。俺ここら辺見てた。ここら辺とここら辺を。ちょうどここ見てなかった。ちょうどここ見てない。ここしか見てなかったから、今までずっと。この、はい。というわけでね、弥生県いらっしゃい、深淵のほとりクリアしました。クトゥルフ好きだったら、クトゥルフに詳しかったらもっと楽しめたんだろうなって思いました。知らなくてもね、知ってる人からちょっと話聞きながらやるの楽しかったけどね。なのでぜひみんなもね、これを機にクトゥルフの世界に足を伸ばしてみたらいかがでしょうか。俺もちょっと気になったんで、あとで何かしらググると思います。思ったよりなかった。そうだね。なかなか長編でしたね。俺が全部の文章をね、読むという暴挙にしてるからだと思いますが、ぜひね、これからもね、こんな感じでよければ、見に来てやってください。また別のね、動画も見てくれると嬉しいんですよ。嬉しいのじゃよ。最後までお疲れ様でした。また次の動画で会いましょう。じゃあの。